生命存在指標は、生命の兆候を観測するために用いられる各種の指標のことである。英語のバイジグネッチャーは、生命存在指標と訳される。しかし、日本において、バイジグネッチャーの定着した音社が存在しないため、日本天文学会の天文学辞典においては、バイオシグネチャー、アストロアーツのニュース記事内では、バイオシグネチャー、小学館が刊行する大事船においては、 バイオシグニチャーなどと多数の表記揺れが存在する。また、バイオマーカーという表記が使用されることもあるが、疾病の存在やその進行度を予測するために使用される、タンパク質の濃度などのこともバイオマーカーと表現されるため注意が必要である。本記事内では混乱を回避するため、天文学辞典に示された日本語訳の生命存在指標を使用する。 植物の多くは緑色に見える植物の多くは緑色に見えるが、これは、可視光領域において植物は、光合成に必要な赤や青色の光を反射せず、不要な緑色の光を多く反射するためである。すなわち700ナノメートルの波長で急激に反射率が上昇したことが観測されたのならば、植物が存在する可能性が高くなる。電子顕微鏡で観察された。 深海掘削計画において採集された微化石過去に生命が存在したか、またどのような生物が存在したかを調査する際に、生物由来の物質や形状を観測することによって目的を達しようと試みられることがあり、これも生命存在指標の一つとして扱われる。一つの例としては微化石やストロマトライトの存在が挙げられる。その他にも拡散、脂質、 タンパク質、アミノ酸、ケロゲンのような物質、岩石や堆積物で検出可能な様々な特徴など、様々な生命存在指標を生物は作り出すため、これらを観測することで生命の存在を及び種類を同定することが可能となる。これらの例として、炭酸塩岩中のバクテリアが形成する細胞は、生物によらない形成と比較して、サイズ、形状、 パターンが異なることが挙げられる。隕石の一部にもこれらの特徴が見られることがあり、火星由来のアルフォー84001隕石内に存在する磁鉄鋼は生物由来なのではないかと議論された。しかしながら、2019年にこの磁鉄鋼は生物由来と考えると小さすぎるという意見が出され、現在では単なる形状だけでは生命発見のツールとして利用できないという、 コンセンサスが取られている。ありがとうございます。